ノーサンプトンタウンフットボールクラブは、イングランド、ノーサンプトンシャー州、ノーサンプトンを本拠地とする、サッカークラブチームである。ノーサンプトンタウンのリング戦、成績1897年に設立。1960から61シーズンに、ホースディビジョンで3位となり、サードディビジョンに昇格を果たす。その2年後の1962から63。 シーズンには、サードディビジョンで優勝、セカンドディビジョンに初昇格した。またその2年後の1964から65、シーズンにセカンドディビジョンで2位となり、クラブ史上初のファーストディビジョン昇格を果たした。しかし、翌1965から66シーズンは、低迷し、21位で終了、わずか1シーズンで、ファーストディビジョンから降格した。以降、 半世紀以上経過した今日に至るまでトップディビジョンへの復帰は果たせていない。また、翌1966から67シーズンにはセカンドディビジョンから降格し、2年連続で降格を経験。これ以降2部リーグの舞台からも遠ざかっている。その2年後となる1968から69シーズンにはサードディビジョンからも降格。 1960から61シーズンからの5年間で3度の昇格を経験した後に1965から66シーズンからの4年間で3度の降格を経験した。その後はサードディビジョンとフォースディビジョンに所属し、両ディビジョンを昇格するシーズンが続いている。1997から98シーズンはセカンドディビジョンで4位となり昇格プレイオフに駒を、 進めたが、決勝でグリムズビータウン FC に敗れ、31年ぶりの2部リーグ、昇格は叶わなかった。一試合最多観客動員数一試合最多観客動員数、ありがとうございます。